柵駅は北海道中川郡中川町和雑策にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W63。電報略号は柵。1977年の柵駅と周囲約500メートル範囲の状況。上が稚内方面。相対式ホームと貨物用を吹く本線。駅裏に貨物ストックヤード。 下に見えるのは、今も営業している、木工所。国土交通省国土画像情報をもとに、作成所在地名より、アイヌ語の、サコタン内に由来する。昔は、漁のため夏だけ川岸で生活していたことによる。JR 北海道は2019年7月に、宗谷本線沿線自治体に1日平均乗降人員3名以下の、駅について自治体による、 維持管理もしくは費用負担による存続か2021年3月での廃止を提案しているが、中川町は町内で対象となる当駅と宇多内駅について当面の間町の負担で維持し、今後の存続は適宜住民の皆様と相談としている。その後、2020年12月9日には JR 北海道が当駅を含む18駅を 2021年度より地元自治体による維持管理に移行することを発表しており、JR1、翌2021年4月より中川町による維持管理に移行される予定である新聞1。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅となっている。互いのホームは駅舎側ホーム南側と対向側ホーム南側を結んだ。 校内踏切で連絡している。駅舎側が下りの1番線、対向側ホームが上りの2番線となっている。分岐器の形状は2番線からの片開き分岐となっている。その他2016年9月時点では2番線の旭川方から分岐した対向側ホーム外側への行き止まりの側線を一線、有していた。 この短い側線は1983年4月時点では副本線であり、この副本線からさらに貨車のために使用された長い引上げ線が分岐していた。また一番線の輪っかない方から分岐し、駅舎北側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。これらの側線は1993年3月までには撤去された。 無人駅となっている。駅舎は校内の西側に位置し、ホーム南側に接している。開業時からの駅舎は中川町により1990年に改築され、佐久ふるさと伝承館と名付けられた公共施設となっている。車内には旧駅舎を描いた絵画や、当地の小道具や農機具、出土したアンモナイトの化石、馬ぞりの絵画などが展示されている。 二階には研修室が併設されている。駅舎内にトイレを有する。かつてはディスカバージャパンスタンプが設置されていた。1日の平均乗降人員は以下の通りである。北海道両各鉄道総谷本線おさしま駅、佐久駅こと平駅手塩中川駅、内消し線は廃駅及び廃止信号場。ありがとうございます。